はい、スティービー・ワンダーの代表曲で、ジャムセッションでプレイされることの非常に多い、スーパースティション、まあ、迷信とも言われているこの曲についてですね、紹介していきたいと思います。でこのスーパースティションの、曲のこうテーマがあるわけなんですが、バッキングしていて途中でなんかユニゾンのリフが登場してくるんですね。今回はそこのリフの部分を一緒にやってみたいと思います。でスーパーステーションのちなみにキーなんですが、基本はですね、G フラット、 E マイナー、 E フラットマイナーですね。 E マイナーよりも半音低い E フラットマイナーなんですが、セッションではロックギタリストが参加した時に、いやちょっと開放弾きたいからって言って E マイナーでプレイされることも多いです。ただ、鍵盤の人から見るとほとんど黒鍵で弾けるじゃんっていう E フラットマイナーが実はこういう曲では演奏しやすかったりするので、まあ、それ、時々 E マイナーと E フラットマイナーが共存しているようになっているセッションも見受けられたりするので、そこはちゃんと演奏前に事前に、どっちのキーなのか、ここをですね、協議をしておいてください。で譜面ではですね、まあ、E フラット7、今回は E ではなくて E フラットなんですが、また一個の問題として E フラットマイナーなのか E フラット7のシャープ9なのか問題というのがあるんですね。これブルース特有の現象でして、E マイナーなのか、普通の E、 これ E フラットマイナーなのか E フラット7なのか、この、どちらのキーなのかというのは実は非常に曖昧なところでして、まあ、このよく地味変コードと言われているこのタイプがあるんですが、これメジャーとマイナー両方なってるんですね。一応今回の譜面はその E フラット7カッコシャープ9、はい、この起譜にしてあります。でこのリフなんですが、はい、こうなってますが、これですね E フラットマイナーペンタのポジションであると。はい、ここですね、5弦の6フレットから始まる、はい、これが基本になっているんですね。まあ、ところが、次ですね、はい、ここでこう弾いてもいいんですが、スライドの方のポジションを選んでる、これで、今回は弾いております。ここですね、もちろんスライドじゃなきゃいけないわけでもなくて、当然、はい、僕なんかはもうスライドよりチョーキングの方が多いですかね、はい、このように、弾いたりすることが多いです。で、まあ、このこういうふうなリフをですね、ちゃんと伴奏のところで複数の楽器が合わせることでセッションのなんか揃う感じがしてきてですね、非常に楽しくなるわけなんですね。というわけで、これ一応 E フラットで、やってますけれども、もちろん半音上の E でも、両方で練習しておいていただければと思います。それでは一緒に弾いてみてください。